なっちゃった。ごめんね、お姉ちゃん。もったいないことしちゃった。それはいいよ。気にするな。頑張ってくれたんだもんな。それよりも。怪我とかはしてないか？真っ白気になっただけ？うん、大丈夫、平気だよ。そうか、平気か？それならよかった、安心だ。トウヤ、コロッケの代わりにトウヤを揚げて食べちゃおうか。きっと美味しいぞ。今日のお姉ちゃんは意地悪だよ。トウヤ、料理の前に一緒にお風呂入ろうか。いいですか？うん、お願いしてもいいかな。コロッケ作りはそれからにしよう。覗いちゃダメだよ。絶対ダメだよ。本当に？それってどういうことかな？私だってもう昔みたいに子供じゃないんだよ。だから。私だって子供じゃないもん。
やっぱり春がいるといつもよりほんの少しだけ、うん、ちょっとはしゃいでるっていうのかな、そんな感じがするよ。タイガ、君が最初にここに来た時は大変だった。ああ、一筋縄じゃいかなそうな子が来たなって思ったんだよ。そりゃそうさ、今初めて言うんだからね。春と話してる君、うん、君はそうだな、今だから正直に言えることではあるけれど、それまでここで出会った子たちとは少し、いやかなり違ったんだ。君の抱えた願いは子供が抱くには早すぎるものだった。だからどう接するのが正、まあ何が言いたいのかというと、タイガ、君が元気になれて、そして無事こんなに大きな男の子に育ってくれた。それもまた、ほら見てみろ、もう私より背が、頑張ってつま先立ちしてみても君の首元くらいにしか私はもう届かない。今日から一緒に考えよう。君の悲しみにその魔法は本当に必要なのかな。教えてほしい、君の願いは何だろう。どうして君は魔法を必要とするのかな。
なあ少年、死にたがりの男の子、この問いに、この私を、特権と役割を担う魔法使いであるこの私のことを十分以上に納得させられるくらい説得力のある返答をしてみせてほしい。そこからだよ。それが叶わなければお話にならない。それこそがまず最初に君がここで乗り越えるべき障害だ。よくよく考えてから答えてほしいんだ。答えはノーだな。君の答えは曖昧すぎる。とても夜の中から魔法を、奇跡を持ち出すことは許可できない。君は魔法を扱うには心があまりに足りない。君のすべてがあまりに危なっかしいんだよ。ああ、そんなところだよ。何せ君は自身を最も最悪な方法で殺してくれる魔法を想像してる。そんなのは危なっかしいどころの話じゃない。ここにあるたくさんの物語とたくさんの夢も希望も魔法も全部これらの中に詰まってる。ここにある言葉たちはすべて過去から現在へと届けられる。その声に耳を送ったけど、どうしようもなく悲しいことがあったなら、時には泣いてもいいし、落ち込んだって構わない。忘れないで、私たちはいつだって頑張ってる君を応援しているよ。
今夜もたくさん遊んだな。夜の街で買い物してきた材料で、さて今日は何を作ろうか。そうだな、君がその願いを忘れてしまったその時がちょうどいいかな。死に方を知るなんてそれくれ、そして苦しみだなんてもうお腹いっぱいだって。そうね、きっとずっと先だ。君がおじいちゃんになるくらいずっとずっと先の話じゃないかな。ああそうだよ。少しで良くなって、一日の大半を睡眠に当てるようになり、細くなった体も、ああふと自然に柔らかな布団の中でよく生きたな。そろそろかな。ああそうだよ、よかったな。生きて生きて、飽きるほど生きて、ようやく死ねたな。その日がやってくるまではやりたいことだけ選んで生きよう。思い切り楽しめばいいじゃないか。思い切り泣いたり悲しんだりすればいい。それが君らの特権だよ。自分を殺してしまうより大勢に嫌われてしまうくらいでちょうどいいんだ。だからほら、もう一度笑ってみせてよ。君くらいの子はさ、もうちょっとだけ無邪気で生意気なくらいが可愛いぞ。辛く悲しいことがあった日はほんの少しだけ早く眠ろう。そして私たちと話をしようか。君の心がちょっとだけでも軽くなれるようにと祈ってる。
なあタイガ、ちょっといいかな。実はタイガに見せたいものがあるんだよ。いや、そうだとも言えるし、そうじゃないとも言えなくもないし。まあ、そういう時もあるさ。私だって当然完璧じゃないし、そう単純でもないんだ。いや、まあそんな厄介なことでもないんだけど、ただこれをタイガと二人で見たいなって思っただけなんだよ。そうだ、アニメだよ。新作アニメの DVD だ。テレビ放送では第1話を見逃してしまってたんだよ。2話から見るのもなんだか違うなって感じで、当時はそのまま最後まで一度も見ずに終わってしまったんだ。だからさ、こうして DVD の1巻が発売になるまで我慢して待ってたんだよ。ちゃんと1話から通して見るために。ほら、これでやっと見れる。このアニメはちょっとエッチだ。トーヤにはまだまだ早いし、ハルはだからタイガ、君が付き合ってくれたらなって思うんだよ。うん、知ってるよ。タイガは立派な男の子だ。言われなくてもちゃんと分かってる。そんなわけない、大好きだよ。だってそれはさ、これ楽しみにしていたアニメなんだよ。一人で見るのもいいけれど、今の気分はそれだとちょっと寂しいっていうか。ほら、名作の予感がするものは一緒に、ここはこうだ、あそこはどうだって話しながら見たい。そんな気分になることってないかな。今の私はちょうどそんな心境なんだよ。知ってるだろうタイガ、私は決して読書家というわけではないんだよ。どうしようもなく好きなさ、どちらかといえばアニメや映画で想像力を養うのが性分に合っている。
受動的なインプットが好物なんだよ。というと？他に気にしなきゃならないこと、しかも魔法使いとして、それは何だろう。なんだ、そのことか。僕の王の力が。全然。全然全く気にならないよ。私は君のことを信頼しているから。私は君になすりつけた仕事に関しては手出しも口出しもしないって決めてるんだ。それとも何か問題があったのかな。でも素直になれず、そんな態度とか。本当は今すぐ私にこのお姉さんの胸元に甘えたように泣きついてしまいたい。